塩野江町は香川県高松市内の地名。高松市を参照。塩野江町は香川県香川郡に属していた町。本校では、高松市への合併時点までの記事、データ表情報を記載中のため、現在の情報については全校に示した高松市を参照。塩野江町は香川県中南部にあった町である。2005年9月26日に、 高松市へ編入合併し、高松市塩野江町となった。観光業がメインとなっていた。町内の民間金融機関は、香川県農業共同組合のみ。このうち ATM があるのは、塩野江支店のみで、町役場の店舗が ATM と合わせて2つしか、ATM がない。町全体が奥地であるためか、香川県最大の地方銀行である114、銀行も、 ATM すら置いておらず、合併までは、香川県で唯一同行の ATM が存在しない自治体であった。ただし、同行の場合、過去に遡れば、塩野江村時代の1930年1月4日に、南新町支店所属の塩野江出張所が、大和ざ安原上東和ざ除去96番地1に開設されているが、 二年足らずした1931年12月28日に廃止されている。佐野基弁が記されたバス停保育園に幼稚園、小学校2015年に高松市立潮野江小学校、高松市立城西小学校、高松市立安原小学校を統合したため、現在、町内にある小学校は高松市立潮野江小学校だけである。 中学校高等学校大学、短期大学高速道路一般国道県道道の駅イベント、施設等の情報は合併後オフィシャル HP が運営されていないので、詳細は塩の江インフォメーションセンターの HP を参照。塩の江温泉旅館飲食協同組合2005年9月26日に塩の江町は高松市と合併したが、両市町の境界をまたぐ道路は、 香川県道30号潮の江八島祭泉のみ。ところが、同船は合併当時、2004年の相次ぐ台風災害により、境界前後で寸断されたままの状態で、復旧工事は行われていたが合併には間に合わず、隣接の香川町を通らないと両市長を行き来することができなかったため、同町と合併した2006年1月10日まで、事実上の飛び地合併となっていた。になっている。 ありがとうございます。